メルセデス・ベンツ・ G ・クラス。メルセデス・ベンツ・ G ・クラス。メルセデス・ベンツ・ G ・クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開している SUV である。G とはドイツ語で、オフローダーを意味する、ゲレンデバーゲンの頭文字である。1979年登場。NATO 正式採用という実績も持つもともと、軍用車両であった、ゲレンデバーゲンを、 民生用にアレンジさせたものが現在の G クラスの源流である。およそ四半世紀に及び、幾度、モノマイナーチェンジを受けているが、エンジンとインテリアを除く基本的部分については当初の設計を受け継いでおり、発売当初から基本コンポーネントは変わらない。モデルチェンジやマイナーチェンジどに大廃棄量化、装備やインテリアの強化などとともに価格も引き上げられ、 高級車化が進んでいる。組み立てはオーストリアグラーツで行われているが、エンジンはシュトットガルトから持ってきている。また 230G をベースにボディ上部を取り払ってその部分に防弾ガラス製の箱のようなものを乗せた強行専用車パパモビルとして公式行事などで使用されていたが、フォルクスワーゲントアレグに同様の仮装を行った車両が取って変わった。 しかし、2008年には再び、ゲレンデバーゲンの最新モデルが、強行の専用車になった。オーストリアの主体アップフとの共同開発で生まれたのが、メルセデス・ゲレンデバーゲンである。もともと軍用車両として企画され、フランスでは、プジョー P4 として生産されていた。ドイツでは1981年より販売を開始した。 1991年にマイナーチェンジし黒色だったヘッドライト周囲がボディと同色になりフェンダーアーチモールが標準となりバンパーが大型化されてフォグランプが埋め込みになり前フェンダーにルーバーが切られアルミニウムホイールも新設定となったエンジンは 230E から流用された水冷直列4機搭載チェシーボアハイ 95.5mm80.2 ミリメートルで 2297cc、圧縮比9.0、ボッシュ製、ケジェトロニックで 120ps、5100rpm、19.6kgm、4000rpm、燃料はガソリン。ゲレンデバーゲン 230ge プレディカート、導入年九1989年から1990年は、1989年に、本国では、 フルタイム 4WD 式に進化した W463 系がデビューしたが、日本仕様は従来型のままであった。実質1989年モデルであるプレディカートは 230GE をベースにした豪華版で、当時の人気色ブルーブラック、ノーティカルブルーといった落ち着いた色にサイドトライプグリルガードといった装備を、プラス内装ではウォールナットパネルが一面に貼られた。 右ハンドル4速 AT、ショート、ロング。エンジンは 300D から流用された、水冷直列後機搭載チェシー。ボアファイ 90.9mm92.4mm、mm、で 2998cc、圧縮比21.0で 88PS、4400rpm、17.5kgm、2400rpm。燃料はディーゼル。 日本には高性能版、直列6気筒、ガソリンの 280GE 系は設定されなかった。230GE はオーバーフェンダーとアルミニウムホイールが装備されたが、300GD ロングに至っては5ナンバー枠に収めるためもに装備されなかった。各国軍仕様の軍用モデル。ボディの基本的仕様は同一だが細部はかなり異なる。 電圧は24ボルト、副変速機の切り替えにより路上走行でのに、四輪駆動を選択可能。路外軌道では四輪駆動のみ。各種防空塔、G3、G36 小銃及びパンツァーファウスト用スタンドが取り付け可能。ギリシャのトラックバス、軍用車製造メーカーであるエルボ、エルボ向け。1989年に W460 から。 引き継ぐ形で発売された2代目ゲレンデバーゲン W460 との大きな差異は気候面ではフルタイム 4WD となったこと外装はオーバーフェンダーとサイドステップが装着されること内装はよりモダンな乗用車前としたものになったことが挙げられる2006年メルセデスベンツブランドの最上級クロスオーバー SUV として GL クラスが発売された このモデルは、名称の類似性はあるとはいえ、M クラスの上位クラスという位置づけであり、G クラスと機械でのラインナップではなかった。その後、2015年まで G クラスの生産販売は継続されることが決定されたが、2011年5月11日に発売される BA3 ファイナルエディションを際にショートボディモデルの生産が終了されることとなった。 右ハンドル使用者は一時受注生産となっていたが、2010年にイギリス、オーストラリアなどで右ハンドル使用者の販売が再開された。現在では当たり前になった 5000ccV 型8、気筒エンジン搭載の W463 だが、1990年代前半には直列4気筒、6気筒のモデルのみ販売されていた。1993年に、 AMG も開発に参加して W126 などに搭載していた V 型8気筒エンジンを搭載した 500GE が限定で発売され話題となった内装は本革シートで色がグレーとブラックのツートンカラーとなっているシフトレバーなどはウッドで内装も特別仕様となっている日本に数台その 500GE を AMG でさらに ボアアップした 500GE-6.0 も正規で輸入されている。年式で1995年から1997年のわずか3年間 G320 に搭載していた 3200cc の直列6気筒 M104 エンジンを AMG がチューンし 3600cc にボアアップした G36 が正規販売されていた。このエンジンは C36。 w 二百二 c クラス e 三十六 w 百二十四 e クラスに搭載された二百八十馬力のエンジンと基本は全く同じであるが、重い車重に対応すべく高回転型から、トルク重視型にでチューンされており、最大出力は二百五十八馬力となっている。三ドアのショートと五ドアのロングが併媒されていたが、当時の正規インポーターであった、柳瀬参加の AMG ジャパンでは、 双方合わせて90台程度しか輸入さていない。うちショートボディは1、3程度だと思われる。G320 との際は、エンジン以外に、ショックスプリング、排気系すべてが、AMG 専用で、内装は、AMG の専用時速 260km メーター。1997年、モルは時速 280km メーター。一部液晶と、 ウッドパネルに AMG ロゴと創設者のサインがプリントされ、ボディ両側面にヘビを模した AMG デザインのストライプと AMG ロゴが入った。2014年、オーストラリア国防軍などに納入されている軍用車用の技術を転用した6輪駆動のドライブトレインを搭載し、オフロード性能を高めた特別使用車 g, g 6 3 a m g 6 6 6シ6を発表。 世界各国の軍用車両や防弾使用車の開発で培ってきた特殊車両技術が導入されており、乗用車としては世界初となるタイヤ空気圧調整システムをはじめ、防弾使用車で使われている強化コイルスプリングとラリーレース用に開発されたガス封入式ダンパーを採用した専用サスペンション、最低地上高を増すためのハブリダクション、ワイルドでスポーティな印象を強調する、 カーボンファイバー製のオーバーフェンダーとフロントルーフスポイラー、LED ライト付け、後席にパワーシート、左右独立シート、マルチコントロールシートバック、AMG スポーツシート、アームレスト付けセンターコンソール、シートベンチレーター、リアエンターテイメントシステムを備え、快適性を高めた。発表日時点でアジア地域では日本のみの設定となっており、日本使用者ではコマンドディスプレイや インストゥルメントクラスター内表示を日本語対応にしているほか、巨大なボディサイズと日本の道路事情に考慮し、本国仕様では未設定の360度カメラシステムも特別装備している。また、乗用車登録とするため、荷台部分には 6X6 のエンボス加工が施されたドカバーが備わる。8月31日までの期間限定受注で、 2014年の日本向けの生産枠は5台、メルセデスベンツ日本所有の広報車両1台も合わせると計6台を確保している。日本では G350D、G500、メルセデス AMG G63、メルセデス AMG G65 が販売されている。日本仕様では国土交通省の定める保安基準に準拠して、 フェンダー部分にサイドアンダーミラーが装着される。価格は1、80万円から3、564万円。2017年6月現在、消費税込みで、国内にある装備、使用、在庫車であれば、購入から、おおむね2から3週間での納車が可能であるものの、求める、使用、装備の車がなく受注生産となる場合は、おおむね9ヶ月程度の納期を要する。 2018年1月、北米国際オートショーで発表。フルモデルチェンジ並みに大幅なる改良が施されているが、形式、コードネームは W463 型を踏襲する。従来型 W463 型から変更された点としては、高張力、超高張力スチールやアルミニウムの採用などによるボディの軽量化、AT を急速に多段化。 ステアリングを電動機械式ラックピニオン式に変え、それに伴ってレーダーセーフティパッケージをはじめとする安全運転支援システムが搭載されたこと、フロントデザインの変更とヘッドライトリアコンビネーションランプの LED 化、全長と全幅の拡大による室内の拡張などが挙げられる。同年6月6日に日本使用者が発表された。 納車は8月下旬以降が予定されている。日本使用車では G550 とメルセデス AMG G63 の2モデルが用意される。なお、従来型 W463 型 G クラスも併売する形で全モデル継続販売される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。